ゲイリックフットボール優勝セレモニーゲイリックゲームズはアイルランド島で行われている伝統スポーツ。中心となるゲームとしてゲイリックフットボールとハーリングがあり、ガーによって公式試合が運営されている。ガーが運営するゲームは他にラウンダーズやゲイリック、ハンドボールなどがある。19世紀にゲイリックゲームズはアイルランドで行われないようになっていったが、この傾向は ガーと復興運動により止まり、逆にゲイリックゲームズは盛んになっていった。現在ではアイルランドで最も人気のあるスポーツである。ゲイリックゲームズの歴史はダブリンのガー博物館で紹介、展示されている。ゲイリックフットボールは1チーム15人のプレイヤーによって行われ、長方形の競技場には両側に H 型のゴールがある。アイルランドで最も人気のあるスポーツである。 サッカーとバスケットボールの技術を要するスピーディーなゲームである。女性選手が行うレディースゲイリックフットボールもあり、多少のルールの違いはあるものの多くはゲイリックフットボールと変わらない。ハーリング・ハーリングはボールとスティックを使用する1チーム15人のプレイヤーによって行われ、長方形の競技場には両側に H 型のゴールがあるスポーツである。3000年以上の歴史があり、 世界で最も早いフィールドスポーツと言われている。ラクロスとフィールドホッケーと野球の要素をもった高い技術が要求されるゲームである。女性選手が行うものはカモギーと呼ばれ、多少のルールの違いはあるものの多くはハーリングと変わらない。ラウンダーズはバットとボールを使うアイルランドのスポーツ。人気は高くはなくラウンダーズカウンシルというがの下部組織で運営されている。 似たゲームがイギリスでも行われている。野球の元祖と言われている。競技風景、ゲイリックハンドボールは二人のプレイヤーが壁に当たったボールを素手で打つゲームである。アメリカンハンドボールに似たスポーツで交流戦も行われる。ありがとうございます。